自由が丘女神祭りは東京都目黒区自由が丘で毎年10月上旬に開催される祭りである。8つある自由が丘のイベントの中でも最大のものである。名称は自由が丘駅前広場にある早急の像の通称女神像にちなむ。1973年の第1回から2010年の第38回まで継続して開催されている。ハッピーマンデー制度導入により、体育の日の前日から体育の日にかけての2日間開催となっている。両日とも12時-21:00の時間帯で行われ、自由が丘駅を中心とした周辺一帯が歩行者天国となる。子供向けの露店、女性向けの衣類や靴のワゴンセール、ビールを傾けながらのライブステージなど老若男女を問わず楽しめるようになっている。各商店会ごとに工夫を凝らしたイベントが開かれつつ、全体として一つの祭りとなっているのが特徴である。駅前ロータリーのメインステージでコンサートやダンスショーが行われるほか、商店街によっては独自のステージを設けて、ライブやマジックショーなどが行われる。一部の商店街では前日土曜日からイベントが開始される。なお、交通規制中は駅前ロータリーにバスが進入できないため、駅から西に150メートルほど離れた路上に臨時のバス停が設置される。イベントカレンダー自由が丘オフィシャルガイドウェブ、目黒区の主なイベント、自由が丘女神祭り目黒区公式サイト。ありがとうございます。